若者に薬物乱用の防止を呼びかける催しが県柏文化会館で開かれましたこれは青少年の健全育成などを目指す柏ライオンズクラブが設立を認められて60周年の記念事業の一環で開いたものです市内の中学生らを迎えて行われたのはダメ・絶対を合言葉にした 薬物乱用防止を呼びかけるものです記念公演では若い頃薬物中毒精神科病院への入院を体験その後社会復帰し弁護士となった諸橋義朝さんが自身の体験をもとに薬物の危険性を訴えました諸橋さんはは薬物はとても危険で 社会に復帰し、司法試験の勉強をしている時も、現在も、どこかに薬物を使いたいと思ってしまう自分がいる、私はこれからも一生、この気持ちと戦い続けなければならないと話しました、そして、皆さんにはこうなってほしくありませんと語りかけ、生徒らは真剣に聞き入っていました。